ハジジれ昔シルケボーから出港していた蒸気船。背景には町のかつての製紙工場。現在はラディソン SAS ホテルとなっているシルケボーは、ユラン半島のビボーの南、オーフスの西シルケボーは、デンマークの都市、ユトランド半島中部、中央ユラン地域にある、人口約4万1600人。町が現代都市として発達したのは、 1844年にミハイル・ドレウセンがグゼノー川を用いた製紙工場を創設した影響が大きい。町はシルケボー湖で南北に分けられ、東部はグゼノー川に臨む。風光明媚な湖と森があり、デンマークの最高地点ヒンメルベアウエルがある。シルケボーとその周辺地域はデンマーク一美しいと称されることから、湖畔には別荘やマンションが立ち並び、 物価が高いことで知られる。街には自動車販売業の運搬船が多く集まり、経済的重要性からデンマークニ位の銀行アスカの本店がある。毎年6月の下旬にリバーボートジャズフェスティバルが開催される。1944年、聖職者で劇作家の海文区がシルケボー銀行でゲシュタポに銃殺された。ドイツは 第二次世界大戦中に司令部をシルケボーバードに設置した。シルケボーバードは温泉の出るかつての街のサナトリウムであった。現在は芸術センターになり戦時中の文化を見ることができる。シルケボーはコブラに参加した画家アスガーヨルンの出身地で、シルケボー美術館には彼のコレクションが多数収蔵されている。イダボバックオリエンテーリング選手、ありがとうございます。